古代の帝王らがこぞって求めた仙道の秘宝、丹薬。秦の始皇帝も自らを不老不死とするため、その禁断の薬を望んだという。しかし、絶大な力を与える丹薬は世に災いもなしたとされ、秦が倒れた後も戦や権力をめぐる暗闘の陰には必ず丹薬があったという。時は流れ、漢王朝が衰微した今、再び丹薬の輝きを帯びた暗雲が世を包み、各地の眠れる竜を目覚めさせようとしている。天下大吉！天下大吉！お助けくださり、ありがとうございます。あなたの傷が癒えてよかったです。見つけたぞ。不死の丹田を持つ者よ。
ちぇ！はぁ！はぁ！や、はぁ！たぁ！うぇ！これでようやく。わしの宿願も叶おうて。あなたと一緒なら勝機はあります。その曲はお守りと思ってください。あなたの窮地を救ってくれるでしょう。これ以上の非道は許せません。行きましょう。生成した薬です。傷を癒す効果があります。ここは通れそうにありません。あの櫓を乗り越えれば。Yeah!
罪なき人を襲う俗人にされてしまったようです。一体何が彼らを。
あなたならきっと戦術もうまく使えるでしょう。
私も行方が分かりません。故郷に戻り親族に会える日が再び来ると良いのですが。そうだ、無事に彼らを追い出せたら私の家に寄ってもらえませんか。改めてお礼をさせてください。仕事を成し遂げるお方、そんな気がします。Yeah!
機をつかみ取りましたね。Let's go.
何か落ちているかもしれません。
時代はこれから動き始めます。Oh, my God.